とちおとめのお二人の演奏でお楽しみいただきたいと思います。それでは皆さん盛大な拍手でお迎えください。
Thank you.
時は酒は涙がため息か。Oh,
Bye.
乙女のお地蔵さん祭り、今年も去年に続いて商店街の皆様、それから山田部長の方からお声をかけていただいて2回目の出演になります。どうも本当に本日はお呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。バイオリンを今日は持ってきましたので、ここで1曲、生のバイオリンもなかなか聴く機会がないと思いますので、皆様が、知ってる歌を、工場の月をやらせていただきます。練習しますね。
ち替えて、今度はガラッと、中島みゆきさんでいきたいと思います。描いたあと曲で中島みゆきさんのね、
冒頭にかかる地上の星と、あと番組の後半にね、こうナレーションの裏にかかるヘッドライト、テールライトっていうのがあって、どっちかというとその後半の曲が好きなんで、ちょっとそれをね、これはあの NHK の受信料を払ってる人だけが聴けるって勝手に思ってますけど、じゃあ、行きます。
京都伏見地方の曲で武田の子守唄。Bye.
皆さん松山千春って知ってますかね。知ってますよね。
声の応援歌のような曲で、あの大空と大地の中でっていうのがあるんですけど、これ結構あの浪江の仮設住宅に行くと割合喜ばれるというかね。大丈夫かな。じゃあ大空と大地の中で。ありがとうございました。